ポルトガルのユーロビジョンソングコンテストでは、ポルトガルにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ポルトガルは2017年までに49回ユーロビジョンソングコンテストに参加している。ポルトガルは初参加の1964年大会以降、2017年大会までの間に大会に参加しなかったのはわずか5回であった。 ポルトガルが初めてこの大会に参加したのは1964年大会で、参加したのはアントニオ・カルバーリオのオラソンであった。しかし、カルバーリオは再会に終わった。その後、ポルトガルは1974年大会のパウロ・デ・カルバーリオのイ・デ・ポイス・ドゥアデウス、1997年大会のセリア・ローソンのアンテス・ドゥアデウス、2018年大会の クラウディア・パスコアルノをジャジムで3回再開となっている。イデ・ポイス・ドゥアデウスは大会では再開となったものの、エスタ・ド・ノブ体制を打倒したカーネーション革命における2つの暗号の一つとなったことから後に大きな知名度を得た。ポルトガルは2016年までの間に一度もユーロビジョンソングコンテストでの優勝を経験しておらず、優勝経験がない国の中で、 最も参加回数が多い国だった。1964年大会の初参加以来49回目の大会参加となった2017年大会でサルバドール・ソブラルがアマール・ペロス・ドゥアを歌い、ポルトガルは初めて優勝を勝ち取った。2004年大会で準決勝が導入されてから2007年大会までの間、ポルトガルは決勝に進出できなかった。 この間の最高順位は準決勝での11位であり、決勝進出の条件に達しなかった。しかし、2008年大会では、バニア・フェルナンデスは、センボラ・ドゥー・マールを歌って、決勝進出を決め、準決勝を通過した、ポルトガルの初のアーティストとなった。決勝では69得点を集めて13位となり、1996年、以来の最高順位を記録した。 ポルトガル国営放送は大会のポルトガルでの業務を担当しており、ポルトガル向けに大会を中継している。2018年大会では、ポルトガル史上初となるユーロビジョン大会を RTP が主催した。ポルトガルは2017年までに5回大会に参加していない。ポルトガルの最初の不出場は1970年大会であり、ポルトガルは 他の4カ国と共に前年の大会で4カ国が優勝となった事態に抗議してボイコットした。2000年大会では過去5年間の結果の平均が大会へ参加するための規定を満たさなかったために参加できなかった。2002年大会では大会への参加は可能であったがポルトガル国営放送は大会参加を見送った。2013年大会は 財政的理由により参加を見送った。最後の不参加は2016年。フェスティバルダ・カンさんは、ユーロビジョンのポルトガル代表を選ぶ大会である。通常、毎年2月から3月に行われる。この大会は、ユーロビジョンの各国代表を決める大会としては、最も歴史の長いものの一つである。以前は審査員が、優勝者を決定していたが、 2017年大会では、審査員と視聴者投票のそれぞれのポイントの合計で、勝者を決めた。ポルトガルは、過去に5回大会を欠場しているが、フェスティバルダ・カンサンはそれに関わらず、行われることもある。しかし、同じく、ユーロビジョンに欠場した2002年、2013年、2016年には、フェスティバルダ・カンサンを行わなかった。サブリーナ、 ヘルシンキでの2007年大会にて、バニア・フェルマンデス。ベオグラードでの2008年大会にて、ポルトガルから高得点が送られた国々、ポルトガルに高得点を送った国々、出典、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。